カラスってなんで黒いの？みんなこんにちは、アテナくんだよ。カラスってなんで黒いんだろう。今日はカラスさんにお話聞いてみたよ。やあ、僕はカラス。僕たちカラスがなぜ黒いのかって？今は街で見られる僕らカラスも、もともとは森に住んでいたんだ。この黒い殻だって森の中に溶け込んで目立たなくなるんだ。目立たないって本当に便利。だって敵からも見つからないし、獲物にだって見つからないようにして襲うことができる。他の生き物も暮らしていくのに合った体の色をしているよ。例えばリス君の体は茶色だし、白熊君の体は白いよね。あの色のおかげで木に住んでるリス君は目立たないし、白熊君だって白い氷に溶け込んで目立たないんだ。虎のあの模様だって藪の中だと目立たなくなるし、ジャガーやヒョウの模様だってジャングルの中だと目立たないんだよ。僕ら生き物は住んでいる場所や暮らし方で体の色も違ってくるんだよ。中にはメスに自分を見てほしくて目立つ色をしている生き物もいるよ。まあ僕たち生き物も別に自分でこの色がいいって選んだわけじゃないんだけどね。長い長い時間のうちにこうなったってわけさ。今日も見てくれてありがとう。チャンネル登録して君も生き物博士になってね。じゃあねー。バイバーイ。